さ、チーズが先にあってウインナー、ソーセージか、あの分かれてるじゃない。あれなんで？なんかあのほらネギマみたいに交互にしてほしい。電話にロープつけてた時があるんだけど、なんかそのロープごと外して結局机に置いてそのまま忘れて帰ったことがあって中に、ローズの映画を見てる。
ね。トンネル率がちょっと高くて。
せてたっていうかね、なんか結果的にみんなそういう風に言うんだけど、全然そういうつもりなくて、なんか気づいたら同じようなツイートだったり SNS でみんな上げてて、それって本当すごい不思議なことだったんだけど、僕らも同じようにこうやって10年前も10年後も10年間の間もすごく大切なものとしてそう思っていたんだなっていうのをすごく感じたので、なんか自然とそういう風にコメントしただけで別にあれは匂わせたつもりはございません。最近してないなぁと思って。
喋るつもりじゃなかったんだよ。本当はなんかもうちょっと静かにしたいと思ったんだけど。
最近は本当ロケ弁ですね。弁当ばっかり。弁当でもすごい美味しいお弁当。やっぱ水回りですね。トイレとかあのお風呂場の水流れるとことか、なんか一番わかりやすい、綺麗になったこと、なってること、臭いことが嫌いというか、容量悪いのとかな。
そう、それが目標だな。理想、今日の汚れは今日のうちに。サービスエリア行かなくて大丈夫なのってコメントし してきましたよまだ大丈夫、あと、まあ、次のタイミングで行きます。そう、 そう、前にね、あの、まあ、同じようにこうちょっとこう距離がある時に僕があの車の中で寝始めたらすごい気使っていただいて、気づいたらもうサービスエリアもないところまで行って渋滞にはまって、そこから僕はあのとってもトイレに行きたくなったっていう。でも割と人間の限界を超えたところからちょっと天に昇る気持ちで、自分がこうふわってこう天使になって上がってる感じでした。なんでそれを心配していただいたんだと思いますサービスエリアって楽しいよね。でも気づいちゃったんだよね、一人で行ってもサービスエリアって面白くないんだよ。やっぱなんかさ、旅の途中で誰かと
切りわさびだ。あ、そんな名前だった気がする。それ美味しかったな。まだあるけど、あら切りわさび。
電したいんだけどさ、ないのよ、俺今日充電器持ってきてないんだ。ごめん。またね。バイバーイ。